オークランドにノースランドから帰ってきて、まあ、ちょっとパーティーに行って、その後働いていたアートギャラリーでちょっと挨拶しに行きました。最後の日に会いました。その後まあちょっと友達の家に寄って、まあ、素敵なニュージーランドの家族と出会い、自然がちょっとした街の中でもすごく綺麗に見える場所だなと常々思います。冬に1回来たんですけど、その時は全部は回れなかったのでリベンジで来ました。We come together。ではすごく楽なんですけど、その後最後をきつかったですね。あー、インターネットダウン。ロード・オブ・ザ・リングのロケ地に行ってきました。奥に見えるのが滅びの山です。ニュージーランドでも一番いいアートギャラリーが多分この街にあったと思います。この街は産業の衰退と人口減少でもう家がどんどん壊れてたりしてましたね。あの船はちょうど100年前に転覆してそのままになってるらしいです。ザ・中規模の街っていう感じで雰囲気は悪くなかったです。ガラス工房が有名です。ついにニュージーランドの首都のウェリントンに来ました。もう人がたくさんとにかくいて、もうびっくりしました。もうニュージーランドで車で走ってるとまずその歩いてる人を一人も見ないんで、それでも人の量がどんだけ多いのかって言っても多分京都以下だなとは思いました。築120年ぐらいの友達のお母さんの家に、ちょっとお世話になって一瞬だけ一晩泊めさせてもらったりとかして、すごい素敵な家だったので、もうウィリントンの思い出ここだけでお腹いっぱいぐらい。ニュージーランドではもう本当に古い方の家ですね。築100年以上っていうのは感動しました。ここの家は、まあ、地面とかちょっとへこんでたり没落してたりしてるんですけど、なんかかっこよかったですね。ロン・ウィーズリーの実家っぽくて。
図書館のナマズです。欲しい、ちょっと。4本出しのエキゾースト変態すぎましたね。左右2本です。ここもロード・オブ・ザ・リングのロケ地なんで行ってきたんですよね。このシーンです。もう跡形もないですね。ナズグルアホなのかなっていうぐらい丸見えです。ハチの巣っていう名前の愛称の国会議事堂の中の見学をしてきました。実際に使われているところを見学できるツアー無料でした。まあ人口がある町もあれば、まあ、死んでいく町もあり、まあ国全体を眺められたのかなと思うのが総括ですかね。この後、ついに南島へ行きました。